石村美智子2018年2月10日は、日本の小説家、詩人、環境運動家。代用教師をしていた頃右から2番目が、石村石村美智子は1927年3月11日、白石亀太郎と吉川春野の長女として、熊本県天草郡川浦町に生まれる。父や祖父は石区であり、美智子という名は道路が完成することを、よしくして、 家族全員が考えて名付けられた。3ヶ月後には、足北郡水俣町へ帰り以後そこで育つ。1930年に水俣町栄町に引っ越す。1934年に水俣町第二小学校に入学。小学2年生の時に初めて小説を読む。その時に読んだのは中里海山の大菩薩峠であった。二年生の終わり頃、 山を売っていた祖父が、事業に失敗し、栄町の自宅が差し押さえられ、水俣川川口の工人通商徳徳村に引っ越す。水俣町立第一小学校に転校、船で学校に通う。1940年に年に小学校を卒業し、入学水俣実務学校に入学。この頃から歌を作り始める。1943年に卒業し、 佐敷町の代王教員連成場に入る。2学期より、田浦小学校に勤務する。この頃、宮沢賢治の雨、にも負けずを知り、深く感銘を受ける。1947年、教師の石村博と結婚主婦となったが、生きにくさを感じ、結婚4ヶ月目には自殺を図ろうとした。翌年、長男の道夫が生まれたことで、自殺を思いとどまるようになった。 1956年単価研究50周年に入選。1958年に谷川岩のサークル村に参加、主科を中心に文学活動を開始した。この頃、長男が入院した病院で奇病の存在を知り、強い衝撃を受けている。その後、熊本大学研究班が出した報告書に衝撃を受け、 1968年、日吉文子らと共に、水俣病患者を支援する、水俣病対策市民会議を立ち上げた。1969年には、区会浄土我が水俣病を発表し、大きな反響を得た。この著作は、熊日文学賞や、第1回、大谷総一ノンフィクション賞に選ばれたが、いずれも受賞を辞退している。1986年5月には、 アナイフト氏の世話により、苦州、天を観光。1993年、週刊金曜日の総刊に参画。編集委員を務めたが手伝いをしただけであることを理由に2年で辞任している。2002年7月、新作の、知らぬよ発表。同年東京上演、2003年熊本上演、2004年8月には、水俣上演が行われた。 2018年2月10日午前3時14分、息子の通り生、妹のサエ子、名の瞳、美智子の介護歴のある、大津ツが見守る中、パーキンソン病による急性増悪のため、熊本市の介護施設で死去。90歳だった。4月15日には送る会が開かれ、上皇業も参列し、日本の宝を失いましたと道尾に述べた。随葬集。 回想評伝が多く観光され、再評価されている。田中裕子は、石村さんは、ノーベル文学賞を取れるほど作家だったと思うのに、亡くなって残念だと述べている。石村は、文筆活動の他に、水俣病に関する活動を行ってきた。石村自身は、私は、社会運動家ではなく、詩人であり、作家ですと、活動家であることを否定している。 日本のレイチェル・カーソンや、水俣病闘争のジャンル・ダルクと呼ばれる。みちこは、本を通読しない作家としても知られている。本の読み方もね、初めから終わりまでずっと読んだのは、高村逸江さんの女性の歴史ぐらいじゃないかな。大抵は、真ん中読んで、後ろ読んで、初め読むみたいな、ね。そういう読み方しかできないんです。あの人は、米本2019。 32ページより引用、石牟礼道子全集知らぬ日、石牟礼道子私文コレクション、主に鹿集。ありがとうございます。